横田虎彦横田虎彦没年不詳は、日本の政治家、弁護士、衆議院議員、非全国高木軍深江村で、合農、横田聖八の第五子として生まれる。貫籍を治め、その後、長崎に出てドイツ語を学ぶ。1875年、東京に移り、小学校教員、陸軍共同団入団、新聞社創設、政党設立などの活動を行う。 1882年、鹿児島に移り、法律学を研究して、1885年8月、大元人試験に合格し、鹿児島に事務所を開いた。1888年、大阪に事務所を移転。大阪市会議員、大阪府会議員、同参事会議員、大阪組合弁護士会長などを歴任。また、関西日報、大阪自由新聞を発刊した。 1902年8月、第7回衆議院議員総選挙で、大阪市選挙区から出馬し当選。その後、第8回、第9回、第10回総選挙で当選し、衆議院議員を通算4期務めた。1909年、日本政党を職事件で拘禁され、同年6月28日、衆議院議員を辞職。同年7月3日に、東京地方裁判所、 第2刑事部において、重禁錮10ヶ月の有罪の判決が言い渡された。その後、判決を不服として、控訴、上告を行ったが、同年12月17日に、大審院で判決が言い渡され、上告棄却となり、有罪が確定した。ありがとうございます。